はい、それでは高難易度チャレンジを引き続きやっていきたいと思います。条件としては最高難易度に加えてスコア勝利だけの勝利にしております。あと冷酷な AI という勝利が近づいてくるとその勝利者の妨害をしてくるという設定を入れております。それではやっていきましょう。はい、それでは続きからやっていきたいと思います。ギリシャに宣戦布告するところからですね。まああとちょっとそこまで関係があるかわからないんですけど、野望ですね。野望一応もう10個達成してます。なのでまあ仮に野望勝利を入れてた場合は普通に勝ってたっていうことですね。まあ結構前にも達成してたんで、でも最高難易度でも野望勝利はできそうな感じではあります。はい、それでは早速やつに宣戦を布告します。戦争の準備を進めよ。はい、あれ、はい、ギリシャと国家同盟を結んでることからヒッタイトもカルタゴに対して、宣戦布告しましたということです。まずはこのカルキスを取りたいと思うんですけど、周りに結構ねここら辺にユニットがいるんで、まずこのユニットの処理から始めたいと思います。はい、まずはここの強化されてるユニットというか上の方に結構ユニットが固まってるんで、まずこいつらをやっていきたいと思います。ここら辺のマンゴネルとかバリスタとか強いんでね、まあ、こっちももうマンゴネル発射準備整ってるんで、多分倒そうと思ったらこいつらを倒すのはできると思います。ここのあれですね、大弓兵っていうんですかね、こいつらがやっぱり強いんで早めに処理したいですよね。まずはこのマンゴネルの威力を見てみましょうか。攻撃力 10.4 なんでかなり強いですね。どっちを倒すか、マンゴネルやっていきましょうか。ほい、そしてもう一発、倒せない。妖怪1足りないがまた発動してますね。まあ、しゃあねえ、普通に攻撃してこの奥を攻撃したあれですね、巻き込みで倒していく。はい、これでだいぶスッキリしましたね。あとは弓兵でチクチクしていけばいいんですけど、おい、こんな感じでいけるかな。はい、ギリシャとの戦争なんですけど、なんかかなり膠着状態というかなってまして、それでねギリシャからこのマンゴネルがめちゃくちゃ出てきて、今結構押されててやばい感じですね。ちょっと被害なしには乗り切れない、そんな空気を醸し出してますね。とりあえずもうやるしかないんでやっていくんですけど、ほい、こいつらもこのマンゴネルを倒していかないことには話が進まない。マンゴネル相手にはあんまり密集しすぎると逆に不利になるので、まあある程度散らばって対処していく形にはなるんでしょうけど、ほい、とりあえずこの弓兵が行けるところは弓兵で対処しておきたい。はい、弓兵で撃つ、どっち、まあ、こっちの方が倒せそうか。あー、また妖怪1足りないが発生してますせ。これ大丈夫か、後ろから援軍は出せない。ちょっと待って、そうなると、ああちょっとリスクあるけど、この横行ってこれで倒す気がないか。はい、これでいけた。ここの上がさらにきついんですけどね、ここに3体いてここに4体いるんで、もう兵士が生き残れる気が全くしないっていうね、まあ、とりあえず回復させないといけないやつは回復させていく。ゾウさんももう致し方ないんで引いて回復させましょうか。まあこいつらの弱点は追ってきて攻撃することが非常に苦手ということですね。なので追わなければまあそこまで被害は出ないと。なので逃げる。ちょっと相手の間合いで戦うのが不利すぎますね。ちょっと一回引きましょうか。仕方ないですけど、あんまり引きたくないけどね。地味にね、ここにいる偵察兵がめっちゃ役立ってるんですよね。視界取るのにめちゃくちゃ役に立ってて、
そのおかげでマンゴネルの射程範囲が分かるっていうのが今のところ結構生きてきてますね。多分この偵察兵のおかげで助かったユニットは1体や2体じゃないと思いますよ。あとはちょっと引きながらやっていきましょうか。はい、まあまあ順調にいってますね。まあ、ただちょこちょこユニットは倒されてるし、それなりにダメージは入れられてるんですけど、まあまあ大丈夫そうですね。でおそらくなんですけど、このターンカルキスが落とせるのではないかというそういう予想ですね。おプロモーション、これは勇気を上げとくか。ほい、そしてこれで終わらないけど、ここにまだユニットいるんで、これで殴ってから殴れば、はい、カルキスゲット。停戦はしないですよ。今回ギリシャ、マンゴネルが多いんで、まあ、その対策としてこの重装騎兵をいっぱい作ってきました。なので、だいたい2回殴れば倒せるような感じになってますね。あれ？おい。そして制圧もついてるから余計に制圧しやすいと。一度で二度おいしい感じですね。あとは弓兵とかで援護しながら行けば、はい、いい感じで制圧していける。いや、もうギリシャもだいぶ、攻略できてるんちゃいますかね。あ、権力も非常に弱いまで下がってますね。あとはもう都市制圧するだけかもしれないですね、こうなってくると。まあ、敵のユニットをちょいちょい処理しながら相手の都市を奪っていきたいと思います。都市を一つ奪ったことによって、おそらくギリシャが2位に転落しましたね。カルタゴが3位につけてます。逆にアッシリアが若干1位になってるけど、おそらくこのくらいやったら相手の都市を取りに行かなくても大丈夫やと思います。まあ最悪取りに行きますけど、はい、それじゃあまあちょいちょいやっていっときます。はい、じゃあ次はこのゴリュっていう数を攻略していきましょう。このターンで落とせるかがちょっとよくわからないけど、まあ一旦攻撃していきましょう。9か。はいはい。宝石。宝石。まあ弓兵で攻撃して、弓兵で行ったらいけるか。ほい。あとは騎兵だけで落とせそう。おい、これで、はい、ラストで占領できましたね。はい、こっちのギリシャのコリントですけど、多分このターンでも落とせそうな感じですね。おい、あ、足りますね。おい、はい、いただき、コリントの略奪行為。まあギリシャの評価はもういらないんで正当性上げましょう。はい、とりあえずこれで3都市取れそうですね。次のターンにはこのカルキスがうちの都市になりますね。あとは待てばここの都市もゲットできるかなっていう感じですね。こっちの左側の方も取っていきたいですけどね。まあ、首都ぐらいまでは取りに行きたいですね。あんまり思った以上に敵兵のユニットも増えてないので大丈夫やとは思うんですけど、もうここら辺にちょっと剣兵とかが増えてるのが若干気になるかなっていうぐらいで。はい。じゃあ引き続き、まあ、占領していきたいと思います。はい。ギリシャの都市の元ローマの首都ローマに攻め入りたいと思います。もうちょこちょこ削ってるんで、このターン取れそうな感じですね。あと、まあいろんなところが結構、なんて言うんですかね、うちの領地になりつつあって、このカルキスもうちの領地になって、ここも今回うちの領地になりました。それも、それのおかげもあって、カルタゴが今1位になってますね。で、あと5点で終わりなんで、多分もう数ターンのうちに終わりそうな気はするんですけど、どうなんですかね。まあ、とりあえずここのローマを落としていきたいと思います。後ろの方に、マンゴネルを連れてきてるんで、それで投石していきます。そしてえー
こいつあれか。ああ、なるほど。あ、ここか。で、これで、はい。はい、これで占領できましたね。あとは残党を買っていくぐらいですかね。ほい。はい、これがおそらく最後の都市攻略になるような気はするんですけど、あと勝利点4点なんで、そのうち達成できそうな気はしますね。ここの上にあるコリントも次のターンにうちの領地になるので、プラス1点はもう確実ですね。まあ、とりあえずここ落としていきましょうか。おい。なかなか、もうなんかこのターン数になってくるともう硬さが半端ないですね。半端ないけど思いっきり殴りまくればなんとかなるというね。おい。納金みたいな考え方ですけど、まあね、いいでしょう。おっと。はい。そしてこれで終わり。はい。都市を陥落させました。休戦ね、別にしてもいいけど。いや、まあ、戦でいいでしょう。休戦はしない。はい。まあ、なんか月で終わりそうですね。じゃあ進めていきましょう。はい、スコア勝利達成です。いやー、厳しい条件でしたけど普通にクリアできましたね。良かったです。はい、スコアというかレコードこんな感じですね。成長度もめちゃくちゃ急激に上がってってますね。まあ都市占領してってるんでね、上がらない方がおかしいんですけど、あと都市力、都市力なんかんこの段階でめっちゃ落ちてるけど、まあ基本順調に上がってきてますね。修練度は一貫して低いですね。文化力はまた凄まじいですね。おい。科学力はやっぱり途中からぶっ飛んできますね。都市が増えてるっていうのもあるんでしょうけど、最後は1000ぐらいいってるんでね。まあ途中からはもうあれですね、都市の産出が凄まじいことになってるので、まあここまでいってますね。資金はもう順調ですね。順調すぎて最後らへん余ってたんで全然余裕でしたね。まあそれで命令書買ったりしてたんですけど、最後らへん、はい、命令書もまあまあいい感じですね。はいはい、最後らへんは100ちょい、まあ、最後らへんちょっと王様交代したんで一気に減ってますけど、まあ、これが軍事力の推移みたいですけど、やっぱギリシャが途中までかなり強かったんですけど、ここら辺で多分ギリシャの兵をどんどん削っていったのと合わせて、こっちでどんどん生産していったので、あれですね、結構いいとこ行ってますね。ただアッシリアの方がすごいですね。もうこれどういう計算式なのかがわからないですけど、はい、最終的な領地はこんな感じになってますね。アッシリアとは平和を築いてるのであんまり大して争いとかはなかったですけど、まあ中央はほとんどカルタゴが取った感じになってますね。はい、それじゃあこれで終わりたいと思います。とクリアできるかわからなかったんですけど、無事クリアできてよかったです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったら他の動画ともご視聴いただければと思います。お疲れ様でした。